はいどうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。今日はねシェヘラザードの重心化アンチダメージオール SS ターン短縮回復と SS ターンチャージ、これチャージはねでかいんじゃないかなと思います。誰か一人のストライクショットをパン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 当ててれば早く打てますね。で、砲撃型の十字レーザー言えるとこの調教評価がね蓬莱でそこそこ使えるんじゃないかなと思います。でアップでしたギムレット貫通方面が調教貫通方面に変わりましたね。12プラ8で20。楽しいじゃん。やっていきましょう。で、一応キングは連れてきました。私アンチブロックなし攻略とかあんまりやったことないんで。そう、最近ね、キングに頼りっぱなしでしたね。ほらミスった。ほらね。しかもこれあんまりよろしくないな。あんまりよろしくないな。キングは飛行を持っていると。キングね、ほんと強いですよね。私キング好きですよ。ただ、さっきね、SS ターンアクセル ?SS ターンチャージか。新しいね、ギミック出ましたよって言ったんですけど、まあ、正直ね、蓬莱ではいきないと思う。だって蓬莱ハマってなんぼじゃないですか。3体触れることまずないんで。よいしょ。おー、いいね。ギムレットね、そう。ギムレットは友情コンボが強化されたプラス、HP もアップした上にさらにね、さらに攻撃力アップだっけ？それと超アンチダメージオール？強っ。全然強キャラですね。ただね、正直ギムレットはストライクショットさえ変わってればもっとで、全然強いキャラだったと思います。ストライクショットは変わんなかったのがね、どうなんだろう、攻撃力がアップしたことによって、多少はこうホーミングの火力とか上がったりしてるのかな？ちょっとわかんないんですけどね。回復と SS を、あれ、ひどい。でもすごい綺麗に行ったり来たりしたな。これ負けちゃうね。ちょっと待って。いや、反射なった。うわ、さっきと全く一緒ーで、これあれですね。俗入ピンチですね。言ってる場合じゃねえな。いけ、友情コンボ。おー、でもすごい、ホーミング手数すごいね。これ次、友情でいけんじゃないの？友情コンボで。あ、まあ、ちょっと、キング叩きましたけど、いけましたね。正直にね、もう負けたかなと思いました。はい。よかった。じゃ、ここは上だね。上？義務。あー、ギリだな。まあいいか。多分ブロック乗ってる。いや、違う。いや、違うんすよ。はい。狙いは違ったんですよ。世の中ほんとこう思った通りいかないですよね。超ダメージオールの発動がちょっと見れないな。ただギムレットスピードが速いんで、超ダメージオール触れたでも全然スピードがあるんで、ガリガリ削ってくれるんじゃないかなと思ってるんですけどね。これあれだな。雑魚処理無理だな。いや、抜けた。マジか。まあ一応プニョ倒してればいいか。削っていきましょう。最悪の場合でもシェヘラザードはね、無敵化 SS をね、早い段階で打てるんで、無敵化させちゃえばいいんですよ。ここでターンアクセルを、じゃあターンチャージか。ターンチャージをね、かけれたらもっとよかったんですけど、あ、ひでえな。技術不足だな。とりあえずギムレットを、触りやすい位置にずらします。で、無敵化させましょう。即死が、プニョ即死が、あと2ターンなんで、今無敵かければ、全員は食らわない。いや、義務触ってないし。これ2人食らったらちょっとまずいよね。しょうがない。すいません、ちょっと攻略としてはかなりグダグダなんで、これは、まあ、攻略動画ではない体で見てください。
それかけとくか。倒せる倒せないに関係なく、これ自強化もされてるしね、多少は。2回かけ直したから。で、次、この次が、多分、浦島の白幕が来るのかな？倒せれば倒したいけど。お、強え。いや、ギムレットいいかも。今倒せるとは思ってなかったですね。ちなみに私初めてホーライ倒した時もギムレットは連れてました。なことはどうでもいいね。じゃあまあラッキーで生き残れたんで。さっきからラッキーが続くね。オッケーオッケー。シェヘラザードまあまあですよね、本当にパワーとかも。まあまあパワーもあって、まあまあスピードもあって、まあまあ HP もあるのに、アビリティが素晴らしい。これ結構ポイント高いですよ。これどうすかな？左のプニョ倒しておかないとまずいか。あ。負けたかも。いや、ギムレットずらせたからよかった。これならなんとかなるかな。あぶねあぶね。で、ギムレットで左が倒してあげれば間に合うね。危なかった。いや。いや。マジですか。そっか、そう来るか。倒せない。すいません、抜けます。SS で。いやー、参ったねー。SS はね、ここで使っても絶対溜まり直すんで。しかもね、SS ターンチャージもあるし。はい、キングクソ強い。ほんとね、キング出た時はね、宝来楽勝になるじゃん、これってぐらいに嬉しかったですね。弱点キラー、ダメージウォール、飛行、アンチブロック。今出たガチャゲンでも十分ですよ。うわー、最低。これ出れないよね。暴れて出れないかな。で、出れた。まあ、出れりゃいいや、とりあえず。とりあえずこれで OK。で、ダメを貼ってもらえばギムレットが左が跳ねて、1回で倒せるかな？ついでに右が倒したいけど。あー、無理か。しかも右が入れなかったし。そっかそっか。多分超ダメージを触れた状態、先に触れて往復すればいけた感じですね。見た感じは。あ、ゲージミスった。スワビダメージオールでよかった。で、投下して、ほんと金の強いよね。オッケーオッケー。で、下はギムレットが倒してくれるんで。回復と。いいね。結構宝来もね、伝染技とかちょいちょいやってくるんで、あ、ボスになってから。回復って結構でかいと思いますよ。今までのシェラザードはどうしてもやっぱね、友情火力もしょぼいですし、砲撃型のただの十字レーダーってね、本当に二昔前ですよ。あーらら。まいったね。違うんだな、思ってた感じじゃないんだな。オッケーオッケー。これなら間に合うね。さあ、そしたら、シェヘか。どうしようかな。うまい具合に、うまい具合にキングの時短をしたいけど。あー、失敗した。ギムレット言っちゃった。ギムレットは別に SS 溜まってるからよかったんですけどね。で、抜けていきますか。変化してるかな、変化してるかな、これ。あ、いけた。いや、左下にちょっとシェヘラザードまずいかもしれないですね。そんなに埋まってなければいいけど。まあ、多分ボスですね。今のところはまあまあシェヘラザードは役に立ってます。ありよりのありです。4回か。一応ね、同族過激剣私のシェヘラついてるんで、4回叩かないと倒すそうにないですね。玉竜は。
マジかよ。いや、それ予定外だな。これはちょっと予定外だ。オッケーオッケー、ちょろっと回復もして。で、まあ、ギムレットはどっちか倒せ、ああ、でもこれ、ループ狙えるかな。ああ。おー、超ダメージオール入った。特攻するか。次、白バック来ても、無敵化してれば問題ないし。すごいっすよね。無敵化がこのターンで撃てるっていう。しかも、SS 時短付き倒しちゃったよ。倒しちゃいましたね。いいね。勝ったよ、これで。はい。ただ正直、最初のうちは別に本来、攻撃そんなにしてこないから、いらないっちゃいらないんだけど。ああ、まあ、倒せはしないか。さすがのキングもね、ここはね、アジンキラーとかいるといいんですけどね。あ、いいね、いいね。水平にプニョ倒してくれたか。そしたら、はい、オッケーオッケー。あとは上だよね。上はキングに任せよう。SS チタン、SS 短縮しとこうかな。ターン2まで余裕あるし。SS 短縮しつつ、ちょっと削れた。OK でしょ。さあ、あとは、できればね、私の目標で言うと、宝来の白バックに耐えたい。全員無敵化して。さてと、これ下がって、あ、下がらなかったか、まだ。これブロック下がるとね、反射から下感で一気にダメージ削れるんですけど、そんな予想通りにいかないか。もう超ダメージオールで削っていく。SS 短縮をかけていく。え、強っ！なんで？そんなに攻撃力高くないんだけどな。そんな意外に当たったかな、今。まあ、いいか。はい。ラッキーラッキー。一体倒してあげて。どっから行くかね。これ左だね。左倒した。ギムレットでバッハ倒しとくかね。キングは最悪、ちょっと右側 SS 倒す、SS 使いますね。ゲージミスってなかったらな。あ、ラッキーラッキー。あと1体あったら友情できないかな。まあいいか。よっ。おー、倒しちゃったか。逆だな。これ私昔やったんですけど、確かいけた気がする。いや、いけなかった。マジか。記憶違い。そっかそっか。失礼しました。どうしようかな。削りに行ってもいいんだけど、5ターンでしょ？倒してあげて、でここは普通に削ろうか。今から SS 打って、多分連打する、 SS 連打すれば勝てるんですけど、目的はね、トラウマになっていた宝来の白バックに耐えることなんで、
普通に攻撃しました。負けた時用の言い訳ですね。こっから無敵化をかける。で、シェヘラにとりあえずかけとけば、最悪次のシェヘラが全部触ってくれれば、ことなきゃ得られる。目標はこいつで3体触ることですけど、多分ね、触れないんじゃないかな。だよね、そんな気がした。で、ギムレットの仕事は、キングをね、ずらす。いや、そっちに深くしちゃったか。耐えれるかな。次、白爆なんで。来い。オッケー、キング触った。さあ、来ますよ。ふぅ。耐えた。つえ。いやー、耐えましたよ。はい。いやー、これはちょっと思ったことができてよかったです。私なりに評価しますと、ギムレットはね、友情火力ががっつり上がったんで、まぁ、ちょっと好きぐらいがそこそこ好きになりましたね。すごい好きまでいかないです。で、シェヘラザードは強い。何が強いって無敵化 SS。多分これね、アラミ玉で多分私今後使うと思います。アラミンもね、そこそこ火だめでかいのとゲージミスを恐怖してるんで、いいんじゃないかな。まあ、ちょっと今回すいません。運枠とか積んでないんですけど、まあ、本当に使ってみた動画純粋にやってみました。はい。というわけで、蓬莱ちゃんゲット。今更別にいらないんだけど。ランクアップしちゃった。近畿回ろう。はい。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録のほどお願いいたします。蓬莱の SS、残念だったね。SS じゃねえや。白爆。ん?まあ、いいや。バイバイ。